はい、こんばんは。今週のハイツ結果というわけで、今回は冒頭の、映像なしで、ドロップ映像なしでお送りいたします。12月17日、16,800GP 分の、ヒーター買いカード、ホローカード、レアクシカのカードを紹介し、コメント返し、最終的にはサービスショットをお送りいたします。今回ですね、1日でこんだけプレイしたのかっていうことで、はい、無制限で、もちろん、新規カムス、木野さん、夕張さん、阿武隈さんを狙いにプレイしてきました。果たしてというわけですね。はい、まずはですね、ホロカードから紹介していきたいと思います。今回ですね、やっぱりこれだけ多くプレイしたので、ホロが6枚、貝が7枚となっております。どちらに関しましても、建造動画というのを出しておりますので、その動画中に出てくる関門さんはちょっと出どころは避けたいと思います。ご了承ください。はい、まずはホロカード6枚から。まずは1枚目。じゃじゃーん。あたごさんです。この方、本当にホロが出ました。多分3枚目、4枚目。レベルが多分ね、50ぐらいで今使ってるので、55、6ぐらいかな。はい、今後も使っていきたいと思います。これはですね、4の1の追加、追撃でホロ確定から来ました。はい、続いて。じゃん。中ちゃんですね。建造プレイ動画で出てくる、カムさん避けると言いましたけども、今回ですね、先にアップしておりまして、カード化概要欄から見てほしいんですけども、250、30、200、300のレシピで、新規カムさんが出るまで引いてみたということで、これがですね、46回も引いた結果になっておりますので、ぜひ見ていただきたいんですけども、そこのホロ確定で中ちゃんが来たんですね。はい。続いてが、ブーン、長戸さんのホロ来たんですよ。もうこれ中波じゃないのってとこなんですけど、本当にホロでも全然嬉しいですよね。4の3追撃戦ホロ確定から来ました。こちらもですね、長戸さん出撃させていたので、回抽選中波抽選に外れたのが少し残念なところです。はい、最後3枚バンバンバンということで、長良さんのホロ、白縫いさんの中波、村雲さんの中波、これもですね、前回動画に、見ていただければいいと思うんですけれども、貝中波じゃないのが、貝ホールじゃないのが本当に残念なぐらいで、自分のちょっとね、これで引けるっては引けるんですけど、ただ貝中波貝ホールにならないって、この運のあるんだけども、詰まるところいかないっていうところ、本当に申し訳ないです。はい、続いてどんどん買いカードいきましょう。買いカード紹介。買いカードに関しましては、買いカードカウンター、残りのね、残りカウンターっていうのを作りましてですね、今はですね、26枚、前回動画までは26枚で、買いノーマルカードフルコンプリートっていうところなんですけども、3名新規幹部さんが、着任いたしましたので、残り29名分のカードでコンプということですね。はい、買いカードカウンター残り寸断でしょうか。まず1枚目、ブー、大塩さんですね。これレベル8。はい、これもですね、前回の250、30、200、300のレシピ来ました。初めてレベル8、残りカウンターが進みます。はい、どんどんいきましょう。続いてこちら、響さんですね。不調の通り名があるよってことで、響さんはね、3枚目レベル23で引くことができました。これも前回のレシピ、ちなみにですね、残り5枚も前回のレシピで引いたカードすべてになりますので、よろしくお願いします。3枚目来たんですよ。村久保さんがノーマルばっかりで来るのに、本当にすごいですよね。1日でノーマル、中波、貝、まあ3種類引くことができたので、はい、貝ホロ、貝中波狙っていきたいですが、あまり出撃させてないのでレベル15、初めてですけど、はい、育てていきたいですね。4枚目下からブーン、こちらがですね、なんと何枚目だと思います、おぼろさん。7枚目なんですよ。海中波含めて7枚目。本当におぼろさんにはね、お世話になってる気がします。どっちが世話してるのかな。レベル30ですね。残り3枚、じゃーん、こちら黒潮さん、こちらですね、2枚目レベル8ということですね。はい、残りカウンターが進むのか。下からちょ、この方に4枚目なんですよ。動画見てる方はもう4枚目、天竜さん、この方も結構出ますね。もうね、名前といい
セリフといいフォルムといい好きなカームさんのうちの一人なんですけども、レベル21ということですね。最後はですね、本当に46回弾くっていうつもりはなかったんですよ。なかなかそのチンキカームス出ていい回ほろ回中派来いっていう最後は欲で回してたんですけども、こちら一応目標は達成しまして、ジンツーさんの回ほろということで、うん、やっぱり回ほろぐらい1枚弾くと本当に浮かばれた気分になります。ジンツーさん4枚目レベル30でした。はい、というわけで今回はですね、村雲さんと大塩さんが初ということです。回カードカウントは残り27になりました。はい、ね、これでもまだ27枚ということで、自分も多分150、200いかないぐらいは回カード引いてるんですけども、まだ揃わないってことで運命力のなさってところですね。はい、リアクシカン今回引くことはなかったので、続いてコメント返しのコーナーです。はい、コメント返しのコーナーです。本当に1000人突破ということで、お礼コメントも本当にありがとうございます。これからですね、もっと面白いチャンネルを作っていくこと、ゲーム動画その他、いろんな動画を作っていきたいと思いますので、どうぞ今後も、見ていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございます。トレッカさんの袋に関しては本当に当たり確定分買った方がいいなっていうのはありますよね。ただ本当に WCCF とかと違って2枚目が丸々っていうのが通用しないことがあるので、それは本当に残念ですね。本当になんじゃいですね。艦隊のバランス、どんな出撃させて編成で出撃させますかっていうのよく聞かれるんですけども、まあおすすめあれですね、駆逐艦に、空母に戦艦にということで、これがまあ一番バランスいいんじゃないかと思います。まああれですよ、このゲームのテーマとして、まあ、攻撃当てるのもそうですけど、攻撃を避けるっていうのも最大のテーマでして、やっぱりですね、駆逐艦軽巡重巡を入れないと、速さが遅くなってですね、攻撃に当たりやすいっていうのどうしてもなりますので、やっぱり駆逐艦1っていうのは、島風ちゃんを入れたりとか、そういうのを工夫された方がいいかなと思います。目線よりも安いですね。あとは、どんなキャラを育てたいか、その海域の限定で、この艦種は、出撃させてくださいっていう、まあ、そのレギュレーションですかね、によりますね。まあ個人的にはその育てたいカンムスを入れたりとか、まあそれですごくバリエーションって変わりますよね。正直言って、その空母とか戦艦ない方でも重巡を出撃させたりですとか、空母入れなくてです入れなくても早い艦種を揃えて、あとは戦艦に46センチ砲を乗せて出撃させれば、まず負けることはないので、はい、まあこういう慣習だとどうだっていうのはいろいろあるんですけども、まあこれもまた個別で質問していただければと思います。ありがとうございます。はい、コメント返しのコーナーでした。いろいろ質問をいただく中で、いろんな方にですね、ユーザーの方に答えていただいて、本当に、コメント欄が賑わって本当に嬉しいんですけども、まあかぶらない程度に自分なりにちょっとコメント返しをしていきたいと思いますので、はい、今後もよろしくお願いします。どしどし質問と、あとリクエストもね、どんどんお願いしますね。いただいてるんですけども、まあ精査して今後行っていきたいと思います。はい、250、30、200、300の動画を見ていただければ分かるんですけども、見事阿武隈さんを引くことができましたので、サービスショットをお送りしたいと思います。今後ね、キヌさん、夕張さん、もしくはカイカムス、新規カムさんの中の開花とか出たらお送りしたいと思います。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。アディオス。こんにちは、平常アボクマです。アボクマの名前覚えてくれました？私の名前漢字で書けます？アボクマの